皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作よくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、今年に入ってからアモダイトセンターに行って、取ってきた化石のクリーニングと、あと表面の保護作業をやっていきたいと思います。はい。で、今年に入って、まあ、一発目に行ったのが1月の5日ですね。まあ、今年最初の体験発掘の日やったわけですけれども、まあ、その日に取ったやつで、まあ、一番の成果というのは、まあ、こちら、画面の真ん中に見えるかと思いますが、一応アンモナイトなんですけれども、種類っていうと、はい、ゴドリセラスという種類になるんですね。まあ、アンモナイトといっても、まあ、いろいろ種類があって、まあ、一般的にアンモナイトといって思いつくのはちょっと表面がこうボコボコした感じの、ボコボコしてちょっと波打った感じのこう島が入ったような模様が見えるアンモナイトかと思うんですけれども、まあ、それ以外に表面がつるっとしたものとか、こちらのゴードリセラスのようにこう細かい、ちょっと映ってるかどうかあれなんですけど、細かい筋が入ってるアンモナイトもあります。はい。それからこちらです。はい。ここにちょっとキラッと見えますかね。ここに、サメの歯があるんですけれども、スカパノリンクスと見られるサメの歯ということなんですが、はい、ここですね。ちょっとこうキラッと光って見えてるかなと思いますが、まあこれはちょっと歯の部分だけでこう根っこのところがないんで、ちょっと種類が分かりにくいってことなんですけど、まあ一応スカパノリンクスというサメの種類の歯だということですよね。それからこちら、はい、オウムガイの一部ですね。で、まあちょっと分かりにくいかなんですけど、この縁のあたりが光の加減によっては結構七色に光って見えてるんですよね、これね。はい。まあ化石としてはまあこう全体がこうあればいいんでしょうけど、まあこのちょっと綺麗な光の部分をちょっと残したいんで、これも作業やっていきます。それから、まあ、一番の大物ですけれども、こちらですね。はい。ここの石を外しますと、はい、ここにあるんですが、はい、これですね。はい。こちら、異常巻きのアンモナイトのスカファイテスですね。はい。で、異常巻きというのは、まあ、綺麗に渦を巻いてなくて、まあ、このスカファイテスで言うと、だんだんこう巻きが緩くなっていく感じの、多分こう緩い方がこっちにこう見えてるんですよね。はい。で、この石の中に、その、綺麗に巻いてる方が埋まって、てんじゃないかと思うんですが、まあ、そこまでクリーニングできればいいんですけど、まあ、下手するとこれ、まあ、脆い砂岩でできてる石なんで、化石を破損してしまうかもしれないんですけど、まあ、これもできればクリーニングしていきたいと思ってます。はい。その外した側の石にはね、こういうふうに明確に明らかにアンモナイトっていうのが分かるものがついてるんで、できればねこっち側を剥がして反対側にこうつけてやりたいんですが、これもちょっと綺麗に剥がせるかどうかわからないんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。で、化石をクリーニングした後は表面を保護する必要があるので、こちらですね。はい。まあ、本来は専用の薬液があるようなんですが、まあ、手近なところで揃えられるものはこちら木工用ボンドですね。はい。これを水に溶いたもの、これをまあ表面に塗ることで、表面を保護して、まあ、いつまでも綺麗な状態で保てるということになります。で、この木工用ボンドと水の比率ですけれども、水が6に対して、木工用ボンドを4入れる
感じでこう水溶きした液体を化石の表面に塗ります。で、まあ、溶いた直後はまあ白っぽいこう濁った水になってますけど、まあ、乾くとまあ分かる方といると思いますけど、木曜日のこう透明になりますので、表面をこうきれいに保護して若干のツヤを与えて、まあ、いい感じにしてくれるという感じですよね。はい、というわけでこんな感じで、周りもきれいにすることができました。はい、じゃあこのアンモナイトに関してはこれで終わりたいと思います。これはこのアンモナイトなんですけれども、ちょっと、石が大きいんで、これは後日ちょっとクリーニングと表面保護の方をやっていきたいと思います。まあ、化石の保護も含めてこうほぼほぼ丸ごと周りで20センチぐらいこう取ってきてしまったんで、ちょっと、今日は時間的に厳しいんで、後日にします。はい、じゃあ続いて表面保護の作業をやっていきたいと思うんですけれども、まずこういったまあ適当な容器に水を若干入れまして、その水の量を6とした時に中に入れる木工用ボンドの量を4にするんですが、まあ、この水の量に、まあ、ひたひたというかそれよりも少ない量で入れていけば十分だと思いますので、まあ、ある程度の量を入れて、まあ、適当な筆でかき混ぜて、まあ、このように、まあ、牛乳というか、まあ、こんな感じに濁った感じになったらいいと思います。この筆にその入れたボンドがまとわりつかない程度に溶かし込んだら大丈夫だと思います。はい、でまあこの下に敷いてあるこの新聞紙の上で塗ったりしちゃうと、まあ、新聞紙とこうくっついちゃって剥がせなくなっちゃうかもしれないんで、まあ、ビニールを敷くか、まあ、これだったらこの蓋を使ってやれば下に貼り付く心配はないかなと思います。まず最初にこちらのアンモナイトを保護していきたいと思います。このように表面に塗ります。まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、乾けばこの、接着液は透明になりますので、多少白っぽく見えるくらいに塗った方がいいのかなって思います。裏側も同様に塗っていきます。はい、じゃあひとまずこれで乾かしましょう。はい、というわけで、表面の保護の方は終わりました。これで一応乾いてるんですけど、ちょっとですね、こちらオウムガイのやつなんですけど、まあ最初は表面保護する前は綺麗に七色に光ってたんですけど、表面に塗っちゃったせいで、その七色に光っている部分がちょっと鈍くなりまして、かなりよく見ないと七色に光らない感じになっちゃいましたよね。はい、まあ、七色に光るっていうのは多分こう光が当たって反射する層がこういろいろあるからそういう風に光って見えるんでしょうけど、その上にこう保護層を張っちゃったおかげで光がもうほぼ表面で反射しちゃってる感じになっちゃったのかなっていう風に思いますね、これね。まあ、むしろこの塗らない方が良かったんじゃないか
かなっていうのもありますけど、まあそれも一つの勉強ですか。はい、あとはですね、こちらのメインディッシュというかスカファイテスの方をクリーニングして、表面保護の方をやっていきたいんですが、まあちょっと、まあ、何度も言ってるようにこれ大きいんでちょっと時間もかかるんで、まあそれはちょっと後日ということで、やっていきたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。関連動画からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。